はお泊まり企画です。おお、今から泊まってもらうんですけど、はい、いい場所泊まりたいんですよね。泊まりたい、はい、一泊、うん、10万円のホテル泊まれます。マジで10万泊まれます。1人は10万、1人は1万円、1人は1000円のホテルです。それぞれ別の場所に泊まっていただきます。こちらのくじで引いた人が1人だけ10万のホテル泊まれます。引いたら天国、引いたら地獄、どっちもです。ホテルの名前は、10万円はアマン東京デラックスルームキングです。うわー、いかにも。1万円は東京ドームホテル。おお、え、全然。1000円はアンドホテルです。アンドホテル、アンドホテル。逆にすごい興味あると思うんですよ、皆さん。安いホテルどんなのか、そのレポートしてください。誰か行きますか。え、じゃあ僕最後がいいっすね。マジで。はい、余り物には服がある。うわ、うわ、いや違う、トップバッター行くぜ。来た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 、スーパーフェニックス。わかんない、マジでわかんない。なんか昔のアニメです。うわー、聞いてください。せーの、いや高い高い高い、高くて引けないよ。おー、うまい。うわー、いいっすか。どうぞ。スーパーフェニックス。何なんだよ。スーパーフェニックス。ちょっと発音違ったよ。運命の一瞬、あなたが引いたのは天国か地獄か。せーの、はい、やったやったやった。これは、ちょいちょい、よかったな、でも。よかったー。ありがとう。でも、あまり物や服がありましたし、いや、全然十分だった。東京ドームでしょ。え、ちょっと待って、いつもよりしゃくれてます。それぞれ節々まで、ちょっとレポートしてほしいんで。スリムじゃないんですか。節々、関節が痛いみたいになっちゃうんで。節々痛くなるぐらい。よろしくお願いします。はい、お願いします。よいしょ、どうぞ。いやはい、ということでですね、水道橋に来ました。こちらのホテル、ドーン、こちらの東京ドームホテルに泊まりに行きたいと思います。あんまこういうホテルあんま来ないんで、なんかすごいそわそわしちゃう。わあすごい、今エレベーターで18階でございます。お、着きました。すごいすごいっすね。ここのエレベーターのボタンなんですけど、なんかすごい手のツボを押すのにちょうど良さそうな、気持ちよさそうなボタンになってます。アマン東京ホテルにやってまいりました。曲がって、いや、まっすぐ行って、ここですね。入ってみましょう。わあー、すげえ。なんじゃ豪華じゃ。超かっけえ、この部屋。いちごがウェルカムです。え、本物？うわ、本物だ。アマン、アマンホテルのアマンが出ちゃいました。はい、すごー。33階、いや、ここ34か、あ、34、5、35階ですわ。あ、手の意味わかんないけど、うん。ということで、蔵前駅から徒歩15分ぐらいですかね、着きました。アンドホテルさんです。見た感じはホテルというよりもカフェ。ちょっと入ってみましょうか。チェックインが済みました。じゃあ201の方に宿泊します。ここで、めちゃくちゃたまたまなんですけど、なんかホテル側の都合でですね、広い部屋が空いてたということで、無料で部屋をグレードアップしてくれました。でれーん、1人なのにベッドが2つ。寝るまではこっちでゴロゴロして、お風呂入った後綺麗な体でこっちで寝るとか。広い広いですね。おお、超綺麗じゃん。ということで、今からですね、ホテルを堪能したいと思います。デーデン、ウォッツ
おっつ。はあ。段差に気をつけてね。うわ。うわ。シャンプーや。見てください、これですわ、お風呂。緊張して俺一人で泊まれねえよ、こんなとこ。でー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 チャーチャララライチゴちゃん、はい、冷蔵庫の並み込みこんな感じになってますね。ドリンクはアマンのこのフルーツジュースっていうのがこれタダですよなんて書いてある。最高。わー、誰かと来たかった。一人寂しい人です。共有スペースに出てどうなってるかちょっと見ていきたいと思います。お水もらってきました。うまいね。じゃーん。最後の2人はいい飯食ってると思うんですけど、私は寂しくコンビニフードです。ルームサービスがあるみたいなんですよ。このホテルのルームサービスを頼みたいと思います。ブブー。こちらがビーフカレーですね。2530円。そしてこちらがフルーツの盛り合わせですね。3080円。めちゃめちゃ豪華ですね、ルームサービス。こんな本格的なやつを部屋まで持ってきてくれるって、この贅沢の極みですよ。いただきます。ん、あ、うまっ。なんかわかんないけど高級感あるんだよな。うんうん。ちょ、ドラゴンフルーツ食べてみます。キウイの仲間みたいな感じですね。めちゃくちゃなんか贅沢だなっていう感じなんですけど、それを考えたら10万円の方ってどれぐらいすごいのっていう。ちょっと待って、ポロシャツさん、ま、どんな優雅な生活してんの。ポロシャツさん。はあ、そんなやつもいたね。バスローブ。下品なジェスチャーだ。違う違う、バスローブ。さて、今夜私がいただくのはこの高級フルーツの盛り合わせ、フランス産のシャンパン。こいつで今夜を過ごさせていただくよ。おお、これすごい、なんか自動的に出てきた。怖い。おお、最高の夜に乾杯。うんめ、うまーい。あ、間違えた。あまーい。マンゴーですわ。あまーい。こういう絵を見ますと、なんだか本当に高級なホテルに来たそんな気がしてなりますよ。七海健人です。虎杖君もこういう絵を見るのが好きなのでしょうか。なんとなくモノマネで埋めている感じバレちゃってますか。なんかね、今となってはちょっと落ち着いたりもしてます。この部屋、次お風呂に入ろうかなと思ってます。お風呂といってもね、シャワーです。シャワーは今ちょっと使用してる人がいるので、あくまでちょっと待ちます。あ、洗面所になってるんですね、多分。ということで、お風呂入りたいと思います。風呂はね、めちゃめちゃいい。てか普通にシャワーはめっちゃね、水圧あるし、あのシャンプー、コンディション、ボディーソープあるからめちゃめちゃ、ここの泊まって一番いい。いいお風呂でした。ラッキーなことに、こっちの隣キュイといないです。ラッキー。ただね、下には人いるんで、どんどんっていう風にはできないんで、そろーりそろーりあるからです。いい湯だなぁ。本来ならまあね、夜にお酒を飲んで晩酌してから寝たいとこなんですけれども、
今からもう時計のもう時計見ずに充電全部切って明日の朝8時に集合できるかっていうね企画をやらないといけないんで、企画違いということで、もう寝る準備ができたのでもう寝たいと思います。もう超満足です。ということでおやすみなさい。僕は多分寝坊する。風呂の時間だ。ふう、まるで極楽浄土とはこのことを言うのじゃの。最高の景色ですね。ということで眠れないと思います。明日の朝汗だくで起きるのか。おはようございます。ぐっすり寝ました。朝の準備ができましたので早速帰りたいと思います。おお、1万円のホテル快適に泊まらせていただきました。昨日の夜見ても大きかったんですけど、朝見ても大きかったです、ちゃんと。ということで、めちゃくちゃもう最高でした。おはようございます。ご覧の景色、皆さんにはずっとこの風景をお届けしてます。普通のねベッド柔らかいし寝心地はいいですね。あとただ俺のこのブースが入り口の目の前なんですよ。なんで寝てる間もそこちょっと出入りする人いたのがじっと寝ながら気になりましたね。着替えて帰りますか。帰る準備が整ったんでここから出て帰りたいと思います。おはようございます。朝はですね、こんな感じで景色が、見えるようになっております。はい、届いた朝食でございます。いただきます。キャビア乗ってますよ、キャビア。ごちそうです。最高。なんだこれ、もう一泊したいんですけど。最高。おめでとうございます。おめでとうございます。ニコニコしてるもんね。暑くて寝れないとかなかったね。カプセルホテル。何食った。俺もしっかりコンビニよ。他にも携帯いじってる人いましたよ。なるほどね。その中で食べましたよ。知らない人たちと。知らない人たちと。まあ、僕はカレーとフルーツの盛り合わせみたいなのを食べました。僕も同じくルームサービス。やっぱあるんだ。コンコンって来ましたよ。カムインって言ってやりましたよ。いやあなたの言い方どうですか。僕も実はフルーツの盛り合わせ。やっぱりフルームサービスって定番なんだ、うん、そこに高級シャンパンがあったので。うわっ。ああ、いやチューハイ飲んでるし、いたもん。そうなんだ。僕この人チューハイ飲んでるなーって思いながら。一泊1000円って言ったら、まあ、まあまあ泊まるだけなら全然いいかなと思って。巻き惜しみとかじゃない。10万は持て余す。そう思うでしょ。思う持て余しました。最初の2時間ぐらいは静かに座ってたんですよ。なんか緊張して何していいかわからなくて。それこれ三者三様の面白いホテルの過ごし方が見れたんじゃないでしょうか。ということで、このホテル面白かったよっていうのがあった方はチャンネル登録、高評価お願いします。それではまたね。バイバーイ。バイバイ。発泡スチロールの家を作って24時間生活だ。見て、キサの色してる。あっちいんですけど。うわぁ。ぜひ僕をお出迎えしてくれたホテルマンのお兄さんが191センチくらいあって、その人がこうやってひざまずいてるんだから。あ、ポロシャツにじゃあ目線合わせて話してくれたんだ。